変な落書き事件学生の時寮に住んでたんだけど1年生の頃そこで変な落書き事件というのが発生した事の起こりは夏休み前みんなで寮内大掃除をした際複数の部屋のドアにカタカナで「死ね」という落書きがついているのが発見されたことだった。 小さい字で鉛筆書きでドアの隅の方5センチ四方くらいにびっしりと4割ぐらいの部屋のドアに書かれていてみんな気持ち悪かったんだけれどもいたずらだろうとその時は無理やり収束ところが夏休み明け帰省した人が帰ってくるとまたその落書きが書かれているのが発見された今度も4割くらいの部屋のドアに。 最初は規制しないで残った組が疑われたんだけど、残った組は全力で来て。私もそうでした。寮生じゃない人が来た時に面白がってつけたんだろうと、その時も無理やり就職した。が、それからしばらくすると、また落書きが出現。消しても消しても、どこかしらの部屋に必ず書かれているようになった。 ついには、寮の共有スペースにあった自販機、共同玄関、共同ポストなど、範囲が拡大。そこまで行くと気持ちが悪くなり、そこでやっと寮母に相談をした。寮母も、寮生がやってるとは思いたくないし、それなら、立ちの悪い部外者が入ってきてることになるから、注意しとくね。と、共同玄関に、 防犯カメラを設置することになった。それでも落書きは消えることはなくたびたび発見され続けていたそんなんで半年ちょっとが経過したその年の春休みに一人の寮生が学校をやめた上で大量していった私はその春休みは帰省してたため詳しい事情は知らないが 残っていた人が教えてくれたその辞めてった寮生は夏休みの前の冬休みに入ってすぐ体調が悪いと救急車と警察を呼んだ体調が悪いだけなのに警察まで呼んだ理由を他の寮生と寮母が問いただすと「この部屋には化け物が出るだから体調を崩したの」 はっきり言って素人には手に負えないから警察を呼んだの」と意味不明なことを言ったというそれから1週間の間に同じことが3度起きた「この寮は呪われてるから早く全部取り壊して立て直してお祓いもして」など訴え続けていたそう。 その時寮母はその寮生の親御さんに連絡をし注意を促した消防及び交番にも事情を話し寮生から通報が来たらまず寮母に連絡をして確認するようにしたため救急車も呼ばなくなったそうやって冬休みが終わりテスト週間が明け春休みが始まった頃救急車を呼ぶことがまた頻発。 寮母のところにはしょっちゅう警察と消防から確認連絡が入ったそうさすがに耐えきれなくなった寮母が親を呼びつけた上でその寮生と話をしたら去年の夏休みから化け物が出るようになったのだから自分がみんなの部屋に結界を張ったのにみんないたずらだと思って消していくから化け物が余計に入り込むようになったの 私は悪くないと結構それで切れたのか暴れながら寮の壁やらドアやらに例の「死ね」という落書きをしまくったそのせいでこの出来事は居残り組寮生の知るところになったこれが元となり親の判断で彼女は大量ついでに学校も辞めてしまったそう 変な落書き事件の天末はこんな感じだった。話を聞いたときは寮に何が出るんじゃないかと学ぶるだったが卒業まで何事もなく普通に過ごしました。